まあ、ルアーが出せない状態から、まあ、ルアーを出すためのテクニックですね。先行入力。このように、はしごに登っている状態っていうのは、ルアーが出せません。こういう時に使います。例えば今、斜めルアーを入力しました。で、ルアーボタンを押しっぱなしにしていれば、この状態解除とともに、まあ、ルアーが発射されます。まあ、はしごから落ちると同時に、まあ、ルアーが出るわけですね。こんな風に。だからもう最初から入力しておくと。こんな風に斜めルアーを入力しておけば、まあ、はしごから落ちると同時に、ルアーが出ると。斜めルアー、まあ、上ルアーでもいいんですけど、まあ、上ルアーを入力して、まあ、ルアーボタンを押しっぱなしにしていれば、まあ、はしごから落ちると同時に、まあ、ルアーが発射されると。あと、こういうよじ登り状態もそうですね。よじ登り状態でもルアーは出せないんですが、まあ、ここで横ルアーを入力しておくわけですね。横ルアーを入力しておけば、まあ、このよじ登り状態が解除されると同時にルアーが出ると。まあ、このようにロスなくル、ルアーを発射することができるようになるわけです。あと、敵を捕獲している間もルアーが出せません。このように捕獲した後、リュックに入れ終えるまではルアーが出せないんです。このように、まあ、リュックに入れ終えるまでルアーが出せないんですが、このリュックに入れている間に横ルアーを入力しておけばいいわけです。そうすれば、まあ、時間のロスなく、まあ、捕獲していくことができます。だから、まあ、基本的にルアーボタンっていうのは押しっぱなしにしていて、この入れている間に一瞬だけルアーボタンを離すんですね。まあ、それだけでいいです。まあ、基本的にルアーボタンを押しっぱなしで、この入れている間に一瞬ルアーボタンを離してもう一度押すみたいな、そんな感じですね。まあ、こうすれば、まあ、時間のロスなく、まあ、敵を捕獲していくことができるようになります。まあ、こんな感じに、まあ、一瞬だけルアーを離すわけですね。入れてる間に。怖いよー。まあ、こんな感じです。あとは、まあ、ピヨってる途中ですかね。こういうピヨってる途中でもルアーは出せないんですが、まあ、ここで入力しておけばルアーが出るわけです。まあ、から、まあ、何も、ルアーが出せない状態でも、まあ、ルアーを入力しておけばいいわけです。ルアーボタンを押しっぱなしにしていれば出ます。だから、まあ、斜め下ルアーでも入力しておけば、このように、状態解除とともに、まあ、ルアーが出るわけです。まあ、先行入力は知ってるだけで使えるようになるので、まあ、使えたら使えたでかなり便利なので、ぜひ覚えていた方がいいと思います。では次は、まあ、魚加速ですね。魚を利用して加速していきます。こんな風に。ほんとね。ルアーを刺した時にちょっと張力が発生するわけですね。こんな風に。魚が引っ張られますよね。この引っ張る力に合わせるわけです。このルアーを刺した瞬間に、まあ、ロープに張力がかかるので、この張力に合わせると。では、スローで。まあ、ルアーが刺さる直前ですね。ルアーが刺さる直前でジャンプするわけです。もうジャンプした瞬間にもう、ジャンプする前にもう下ボタンを押しておきます。このロープに、まあ、張力がかかるんでね、魚にルアーが刺さった瞬間に張力が発生するので、その張力に下ボタンを合わせるわけですね。この瞬間にロープを縮めるわけです。もうジャンプする前から下ボタンを押していて構いません。まあジャンプする直前に下ボタンを入れてジャンプみたいな、そんな感じです。で、まあジャンプした、まあ下ボタンを押して加速するわけですね。この辺でも下ボタンを離します。で、あとは着地と同時にジャンプしていけばいいわけです。まあこんな感じです。では次は魚落とし加速と。まあ魚を落とす勢いを利用して加速すると。そういうテクニックです。で、まあ、魚を利用するわけですね。まあ、こんな風に魚を落として、この魚が落ちる勢いを利用して、まあ、加速するわけですね。魚っていうのはかなり重いので、まあ、かなりの勢いで飛んでいくことができます。で、ここですね。ここまで落ちたら、まあ、ジャンプするわけですね。ルアーを離してジャンプするわけです。ポーンとね。では次は反動ジャンプです。まあ、こういう狭くて、まあ、ロケットが使いづらいところなんかで使ったりします。まあ、向こう岸にルアーをかけて、右側にジャンプした後にロープを縮めるわけです。まあ、魚加速と似ています。こうですね。ここでジャンプした後に下ボタンを押して加速するわけです。で、着地する寸前に、まあ、下ボタンを離して着地と同時にジャンプと。まあ、こんな感じです。まあ、では、スローで見てみましょうか。ジャンプと同時に下ボタンを押して着地と同時にジャンプと。まあ、そんな感じです。まあ、かなり難しいので、まあ、できなくても問題ないと思います。まあ、使いどころもほとんどないので、まあ、できなくてもいいです。普通のロケットができれば十分です。ここはまあ、こんな難しいことしなくてもいけるんでね。まあ、そんな感じです。では最後に、移動地形加速。まあ、ピストンなどを利用するんですが、まあ、ピストンっていうのは上がったり下がったりするわけですね。まあ、これを利用することで、まあ、加速できたり減速するわけなんですが、まあ、その説明ですね。まあ、ピストンが上昇中に、まあ、振り子につなげるわけなんですが、こんな感じ。ポーンと。
いう感じにすごい勢いが出ます。ピストンの上昇に合わせるわけですね。ピストンの上昇に合わせて振り子をすると、こうするとかなりの勢いが出ます。まあ要するにピストンが上昇中にやれば威力は上がると、逆にピストンが下がっている時にやってしまうと威力が落ちます。こんな感じに全然届かないみたいなことになってしまいます。だからまあ上昇中に行えば威力が上がると、でまあ落下中にやってしまうと威力は弱くなる、これが重要なんです。ピストンが上昇中だと勢いが強くなり、まあ落下中だと勢いが弱くなる。そしてこのセカンド文原川手俊セカンドエディションの最高難度フィールド57が難しいのはそういうこともあるわけです。このピストンを移動していかないといけないので、まあピストンが上昇中にはまあ普通にやっているとまあ強い勢いが出てしまうわけです。でそしてあのピストンが下がっているとき、下降しているときは勢いが弱くなってしまうわけです。だから普段通りに飛んでいるつもりなのに、なんか勢いが強くなってしまったり弱くなったりしまったりしたで、まあ、ミスしやすくなるわけですね。だからこのフィールドは難しいんです。だからピストンの上昇しているときは優しく、まあ落下しているときは強く、勢いをつけてやらないといけないわけですね。というわけでまあピストンが上昇していればまあ勢いを弱めに、いつもより優しく入力してやるわけなんです。で落下中、まあピストンが落下しているとき、下降しているときはまあ強く勢いをつけると、そういう判断をまあ一瞬一瞬のうちに行っていかなければいけないので、このフィールドは難しいわけなんですね。上昇中は優しく、上昇中は優しくね、で下降中は強くと、まあだからこのフィールドが難しいわけなんです。でまあ上まで来たらもう簡単なんですけどね、まあ、ピストンはこのようにジャンプしてやれば下のトゲには当たりませんしね。でこの1個目と2個目の床ピストンの間はまあ安全地帯です。ここにいればまあ死ぬことはありません。でまあ1個目のピストンが、まあ、ピストンの左端にルアーをかけてロケットをするわけです。発射タイミングはこの2つ目の左のピストンが上がってからです。だからこんな風に気をつけて2つ目のピストンが上がったらロケットをみたいなことをすれば簡単にいけます。であとはまあこのもうちょっとだっけな、まあちょっと行き過ぎた、まあいいか、あー落ちたまあこんな感じです。よっと、まあこんな感じにね、まあ調整していけば簡単になるわけです。よっしゃーみたいな、ここですね。だいたい3分の2ぐらい過ぎたらジャンプします。ポーンとね。で2つ目の斜面はもう3分の1ぐらいでジャンプします。でないと先ほどのようにドアを行き過ぎてしまいます。ポーンとね。これでフィールド57はクリアできます。